初代キックボード、K2 Prokick、または同型品キックボードとは、K2 インクとミクロモビリティシステムズ共同開発の3輪、キックスケーター及び K2 が展開したキックスケーターブランド。ドイツのスクーターメーカーCiroが開発したミワスクーター、Ciroスケーターを原型として、一時Ciroと協力関係にあったスイスのスクーターメーカー、ミクロモビリティシステムズがアメリカのスポーツメーカー K2 インク、ドイツ支部と共同開発し、1999年に発表した。一説にはドイツではなかなかスケートボードの人気が出なかったため、その入門用として企画されたとも言われている。なお、キックボードという英単語が一般的に指すものは水泳の練習道具で、日本ではビート板と呼ばれているもの。奥の JD バグを除いた5台が K2 キックボードシリーズ。手前と3番目がカーベボード、2番目がキック2、4番目がジュニアキックK2では3輪以外の製品もキックボードブランドで発売していたが、名前通りに全機種のデッキには1枚のボードが組み込まれていた。K2 は2000年代半ばにスクーター事業から一度撤退し、2010年に再参入を発表したが、その際、キックボードの故障はなくなっている。ミクロでは2輪のものをスクーター、3輪のものをキックボードと区別している。ただし2010年登場のラゲージは3輪でありながらも形態が異なり、スクーター扱いだった。また、同社の児童向け3輪スクーターは、キックボードの様式を取り入れているが、これもキックボードの名は冠さない。児童向けミニミクロ対象年齢2歳以上。制限重量 20kg。ハンドルは、キックボードのボールと違い、両手で握る、T バーになっている。対象年齢5から12歳。制限重量 50kg。ハンドルは、ボール仕様と T バー仕様が用意されている。フォールディングスクーターストーリー。ありがとうございます。